国鉄滝9900警官車とは、1962年から製作されたガソリン専用の35トン石タンク化車である。製造時は、日本国有鉄道1987年の国鉄分割民営化後に、日本貨物鉄道に車席を有した同一の車体構造で同時に製作された石油類専用タンク車。 多岐9800型についても本項目で解説する。多岐5万型が採用した、池道タンク体とタンク体自らに、大枠の機能を付加し、従来の大枠を配したフレームレス構造を採用し、国鉄のガソリン専用タンク車発の35、トン積車として開発された車両である。大枠を有する従来構造の車両に比べ、積載効率に優れ。 従来形式の滝3000型や滝1500型に変わって大量に製作された。本系列は1962年から1966年にかけて日本車両製造三菱重工業他か旧車で2形式合計1042両が製作された。車体は軽量化のため大枠のガ張りを省略し強度を増したタンク体と一体化したフレームレス構造を採用する。 タンク体は普通構成でテーパーのない自家円柱形状であるが中央部の小道は両端部より太く中央部と両端の接続部を遮円水状の造形とした漁腹が体形道と称される形態である全長は 13320mm で従来の標準形式滝3000型より約 1m 短い外部塗色は黒色である 積み込み設備はマンホールを設けた大型のドームと、踏板をタンク上部中央に設け、ドーム上部は球面上の局面である。管理地向けの一部車両では、ドーム上部にも踏板を設ける。取り下ろしはタンク下部中央に設けた、土質管を用いる、下出し方式である。多機4 2型に使用される TR41C 型台車台車は、中高性の肘形台車アークを持つ。 ベッテンドルフ式で、平ら軸受けの TR41C 型を使用するが、後に密封コロ軸受けの TR209 型へ、乾燥した車両も多い。ブレーキ装置は赤空切り開式の自動空気ブレーキと、留置用として車端部のデッキ上に、回転ハンドル式の手ブレーキを備える。最高速度は、時速 75km である。35トン席のガソリン専用タンク車である。 1962年3月28日から1966年12月21日にかけて546両が日本車両製造、三菱重工業、川崎車両、日立製作所、新潟鉄工所、富士重工業、東急車両製造、帝国車両工業、飯野重工業、近畿車両、富士車両で製作された。メーカーにより、上部ドーム単空気台、 大枠枕張りの形状などにサインがある。所有者は、日本石油、モービル石油、日本石油輸送、ジャパンエナジー、日本陸運産業、内外輸送、九州石油、三菱石油、ゼネラル石油、井出光鉱産、二役コーポレーション等である。1979年10月より化成品、分類番号、年32が表記された。 多滝9800系35トン石の石油類専用タンク車である。1962年9月3日から1966年12月3日にかけて496両が日本車両製造、三菱重工業、富士重工業、川崎車両、東急車両製造、日立製作所、新潟鉄工所で製作された。c 重油などコー,ー重。 高年度の油脂を輸送するための車両で、タンク帯は、多岐9900型より短い。タンク端の鏡板には、大型の点検外を設け、取り下ろし時に、積み荷の流動性を確保するため、タンク内部には、高圧蒸気を通す、加熱管を装備する。高年、重油の輸送需要減少で発生した余剰車は、多機6450系、多機42750型に改造された。 特殊輸出の少量輸送に対応する多室構造使用者などの変形者も存在した。所有者は内外輸送、日本石油、日本石油輸送、三菱工業、モービル石油、九州石油、三菱石油、日本陸運産業、伊根光工産、二役コーポレーションである。1979年10月より化製品、分類番号、年31が表記された。 二 42,750KJR 北海道が散水車として使用する車両詳細は国鉄二4 2 7 5 0系貨車を参三小32トン積の石油類専用タンク車である1981年に145両が日本車両製造及び秩父鉄道で多岐9,800型から改造製作された石油機器で重油の需要が急減し 余剰となった多機9800系の加熱管と点検口を撤去した車両である。改造後は軽油、灯油など比重の小さい輸出専用とされ、荷重は32トンに減少した。所有者は日本石油輸送である。本系列は荷重や引っ張り力をタンク体で直接受ける構造であるため、タンク体の強度が低下すると車両としての使用ができなくなる。 製作開始後にこの問題点が、顕在化し、当座の対応として、車体強度確保に留意しつつ、荷重35トンを維持した車両が設計、製作された。35トン石クレオソート専用車で、1963年12月14日に、新潟鉄工所で一両が製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。落成時の所有者は、 東日本タール製品工業所であり、橋本駅を常備駅とした。その後同社の倒産により1964年4月30日に日本トレーディングへ、さらに6ヶ月後の同年10月26日には関東タール製品へと名義変更された。1976年10月8日に廃車となり形式消滅した。落成より13年と短命であった。 35トン石ベンゾール専用車で、1967年2月22日に、日本車両製造で2両が製作され、1969年6月21日に1両が、多岐39,849から改造された。全車石油2役が所有し、塩釜不当駅を常備駅とした、記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。 1979年10月より化製品分類番号年31が表記された。1986年11月29日に全車一斉に廃車となり形式消滅した。多機9550系1966年6月10日に多岐9900系の改良型として日本車両製造本店が試作した35トン石のガソリン専用車で 二両が製作された。タンク帯の外観は、多機9900型に告示するが、大枠を持つ点が異なる。台車は TR41C。所有者は、全車日本石油輸送であり、沼水駅、大木町駅を常備駅とした。1979年10月より化製品、分類番号、年32が表記された。2007年10月に最後まで在籍した一両が、 廃車となり、同時に、形式消滅となった。多千9650系1966年に、多岐9800系の改良型として、日本車両製造支店で試作した35トン石の、石油類専用車で、22両がで製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前置詞小滝と表記する。百七十九年十月より火星品、分類番号、 年31が表記された。タンク帯の外観は、多岐9800型に告示するが、多機9550型と同様に大枠を持つ点が異なる。台車は TR41C。所有者は、全車日本石油輸送であり、沼水駅、仙台北港駅、柏崎駅等を常備駅とした。2006年5月に最後まで在籍した一両が、廃車となり形式消滅した。 本系列と並行して車両メーカー各社で35トン積ガソリン専用タンク車が共作されたが、多岐3万5000型が開発されるまでは事実上の標準形式として本系列が大量に製作された。石油専用列車の他にも一般の貨物列車に並結され地方の小規模輸送所などへの運用も多数存在した。本形式はタンク形状が複雑で、 製作工程がかさむことや、大枠側張りの構造に禁する、台車軸受けの雨水侵入など、星面の難もあって、1966年以降の製作は、標準設計方式を取り入れ製作コストの適正化を図った、多岐3万5千型に移行した。近年まで、多岐3千系、多岐3万5千型とともに、各地で使用されたが、 1984年2月ダイヤ改正で、貨物列車の運行体系が、拠点間直行方式に移行してからは、専用列車への移行など、輸送単位の大型化が進み、本系列を含む30トン車、35トン車の到達が、開始された。JR 移行後は多岐4万3000系24万3000番台44トン席車や45トン席。 時速 95km 走行可能な多機線系の心臓投入、本形式の老朽化もあって、急速に淘汰が進み、多機42,750型は2001年度までに全車が除籍された。残った車両についても2008年4月までに廃車となり形式消滅した。北海道旅客鉄道では2000年に多機9,900系、多機42,750系、 1> 各一両を購入、改造し、下記のレール膨張対策のための散水車として使用した、車体下部の取り下ろし口を遠隔操作で開閉可能な仕様に改造し、走行中に散水の開始、停止を容易に行える構造としている。二両とも2014年7月7日に廃車となった。ありがとうございます。